ございます。オーメンズイレブンです。本日は長野県を南下し、下道で山梨県へ向かうことにしました。連日曇り空が続いていましたが、今日は最高のドライブ日和。グルメを食べたい。この道の駅、なんとゴーカートがある。しかも一周780メートルで300円。思わず乗ってしまった。振動で脳がやられた。いつもは買わないお土産をなぜかここで購入してしまった。思いのほか道の駅で時間を費やしてしまった。およそ300メートル先、中央町1、気がつけば諏訪湖まで来ていた。景色はいいのだが、お腹が空きすぎてて口数が減ってきた。事前に調べたお店が定休日だったので、最終手段の車屋ラーメンに入ろうとした瞬間、素晴らしい建物に出会えた。やはり旅はこうでなくちゃ。無言でむさぼり尽くした。腹を満たした後は明らかに我々の口数も増え、会話が弾む。下道でのドライブは本当に楽しい。全く眠くならない。私は高速道路は本当に苦手だ。車は汚れるし、景色が一定ですぐに眠くなる。このような景色にも出会えないし、気軽に寄り道もできない。道の駅で野菜を買いたくなるのはなぜだろう。神代桜という気になる看板を見つけたので、行ってみることにした。すごい迫力だ。後から調べて知ったのだが、日本三大桜の一つで、
樹齢がなんと2000年だそうだ。思わぬタイミングで桜を見ることができた。綺麗すぎる。時間がそろそろまずいぞ。本日は山梨県のコテージに泊まることに決定した。チェックイン時間も過ぎたので、泣く泣く高速道路に乗ることにした。おっと、その前に酒や食料に到達をしなければ。今年初バーベキューだ。楽しみすぎる。およそ700メートル先、左。予定より1時間ほど遅れて本日の宿に到着。トレーラーハウス、4人まで泊まれて1人5000円。焚き火もできるし、すべて機材を持っていれば何も追加料金はない。またしても最高の宿泊施設を見つけてしまった。今年はキャンプ用品も一通り揃えたので、早くチャレンジしてみたい。焚き火用の木を拾い集め、数十年ぶりの焚き火を開始。楽しすぎる。バーベキューの準備を始める。隣の宿泊客の焚き火の火力が非常に気になった。チャーハンでも作る気だろうか。さあ、いよいよ始まるぞ。道の駅で購入したビールを注ぎ込む。やはり私は外で仲間と飲む時間が一番好きかもしれない。幸せだ。ステーキがうますぎて、次回からも仲間入りすることに決定した。
このホタテの稚貝は開くことなく一生を終えた。何も刺激のない日々を送っていると、流れる時間に負けそうになる時がある。そんな時は思い出すんだ。忘れかけていた夢を、信じ続けていた情熱を、今日までの汗と涙を、生まれて初めての勇気を。この時はまだ知らない。翌日、彼らに試練が待ち受けていること。さあ、次はどこへ行こうか。ビールマジで開かねえんだけど。